こんにちは、大川祐介です。今回は Adobe Premiere Pro の使い方について解説しようと思うんですけど、ちょっと先に、僕がね、直接みんなにお会いした時に絶対に必ずと言ってもいいほど言われるのが、身長が想像以上に高いって言われるんですね。でこれちょっとお伝えするのが、僕身長180センチありますからね。はい、そんな感じで、今回始めていきたいと思います。で、Adobe Premiere Pro の使い方っていうね、映像をこれから始めていきたいっていうファーストステップと言われるぐらいの、チュートリアルを今回やっていこうと思うんですけど、Adobe Premiere Pro って実際どのようなものかって言いますと、動画をね、編集するためのツール、まあ、イコールアプリですね。アプリを使って、動画をつなぎ合わせて書き出していくんですけど、 Adobe が出しているこの Premiere Pro っていうものが動画編集ツールとなっております。はい、じゃあそんな感じでゼロから、使い方について解説していこうと思います。まあ、この動画をね、実際に見て、皆さんも一緒に編集して書き出すっていう流れまでね、やっていただければ、基本的にその動画編集ってどういった流れでやるのかっていうのは分かると思います。はい、 Adobe Premiere Pro を開きます。で、この開いてる時に大事なのが、この Adobe Premiere Pro っていうプロジェクトファイルがどこに保存されるかっていうのが大事なんですね。なので自分で今回編集するファイルっていうものを、デスクトップが何かに定めておいて、例えば新規フォルダーで今回はじゃあチュートリアルって入れます。チュートリアル、そういった感じで自分で編集するためのファイルを作ってください。はい、で Adobe Premiere Pro を開いて、新規プロジェクトを押します。でこちらでもう一回じゃあチュートリアルっていう、プロジェクトで今回の映像編集はこういったプロジェクトで進めますよっていう題名を決めてください。でこの参照を押すことによって自分がこのプロジェクトファイルをどこに保存するかっていうものを定めます。一応チュートリアルの中で入れますね。で OK を押していただくと実際にこういった編集画面が開きます。なので、ここから編集を始めていくんですけど、どの部分がどういった、構成になっているかって言いますと、こちらの右下が、シーケンスと呼ばれるものですね。コマンド N を押してください。コマンド N もしくは、こちらのファイルから新規のシーケンスってものを選ぶと、こういったシーケンスを作る画面になります。で今回はこのフレーム数っていうものを割愛するんですけど、自分が一番ね好きな、編集の設定で、シーケンスを作ってみてください。フレーム数はね他の動画でチュートリアル解説してるのでそちらを見ていただければなと思っております。でこういった感じでシーケンスってものは何かって言いますと、これから僕たちが動画をつなぎ合わせていく場所って思っていただけたら幸いです。でこの編集シーケンスとその上にあるのが編集シーケンスに入っている動画を流すためのプレビュー画面ですね。で左側がこのプロジェクトの素材を入れる場所で、左上がこのプロジェクトの素材を確認するプレビュー画面なので、この左側が連動してます。右側がこちら連動してますっていう感じで一旦、動画を入れていきたいと思います。今回僕が入れる動画は卒業式最近できたんで、そのフッテージをインポートします。でインポートの仕方はこの左下のプロジェクトをダブルクリックしますと、入ります。映像がダブルクリックするとファイルが開くので、ここで自分が編集したい動画素材ですね、例えば iPhone で撮影してもいいですし、一眼レフとかで撮影した素材を編集画面に、インポートします。でこれ一つずつこれダブルクリックを押すと左側の画面でね連動してまして、実際にどこの部分を編集するかっていうものを定めることができます。ですのでまずは、これをダブルクリックをしてそのままねこうやってドラッグして編集パネルですね、シーケンスの編集パネルに入れることももちろんできるんですけど、こうなってくると全ての動画が入ってしまうので、なるべく左側のプロジェクトの部分で自分がどの素材を使いたいかっていうものを明確にしておくと、スムーズに編集ができます。ですので今回で言うと僕がこの改札から出てくるところですかね、出てくるところだけを使いたいのでインアウトボタンというのを押します。でインボタンっていうものはこちらのマークですね、こちらのマークを押すと白くなります。この部分からここの部分まで使うアウトボタンですね。でここの今の部分だけが選択されているので、これをドラッグしますと今の選択した部分だけが編集パネルに入ります。
はい、再生するとこういった感じです。で、今の容量を、全ての動画、全ての動画素材で続けていきたいと思います。例えばこれだったら電車に乗り込むところインして中に入っていった、でアウトボタンで、これをつなげていきます。で、これを一旦まあ繰り返していくんですけど、はい、こういった感じで動画をつなげていきます。自分が好きな部分で、今こうやって左側のプロジェクトで選ばなくても、一旦このシーケンスに動画を入れて、こっからカットすることももちろんできます。自分が使いたいところをこういった感じで選択していただいて、で、この青い線ね、自分が始めたいところで区切っていただいて、それ以外を縮めることによってここから始まります。でも、ここの空白の部分空いていますと、再生してから黒い背景がずっと続いてしまうので、これを埋めなければいけません。この埋めてる部分をクリックしてデリートを押してもいいですし、こちらを選択して縮めてもいいですし、そこは、ご自身の好きなやり方で、やっていただければ幸いです。で、こういった感じで動画をどんどんね縮めていったりします。で、ここもキーボードショートカットっていうものが、あるので、プレミアプロのキーボードショートカットって選んで、それを使いますとすごく編集スピードも速くなるので、ぜひ試してみてください。で、こうやってつなげてしまった時に、この素材をもう少し、伸ばしたいって言った時に対応するのは、こうやって、他のシーンを選んでいただいて伸ばして、ここを伸ばすことももちろんできるんですけど、そうなってくると編集が長い時に効率が悪いので、こういった時は例えばコマンドを押しながら黄色の部分ですね、カーソルが黄色になるんですよね。こうやって押すと、普通の場合だとこうやって赤いままなんですけど、コマンドを押すと黄色になります。そうすることによってこのシーンを伸ばすことができるんですよね。伸ばすことによって後ろのシーンも伸びますし、この自分が伸ばしたいっていうシーンも、延長することができるので、このコマンドを押しながらカーソルを開くっていうことを、ぜひやってみてください。はい、で、こういった感じで自分が使いたい、動画素材ってものを、編集シーケンスにつなげていただいて、スペースキーで再生します。で、見ますとこういった感じでたくさんの動画がつながっているのがわかります。なので、基本的には動画っていうものを撮影したら編集シーケンスに並べて、音楽に合わせて動画をつなげて書き出すっていう流れなんですけど、まだ実際に音楽は入っていません。今入ってるのは、動画素材と、その撮影した時の環境音が入っております。で、ここに音楽を合わせたいと思います。はい、こちら音楽も、動画フッテージと同じインポート方法ですね。で、この音源のダウンロードに関しては著作権フリーのものを、以前の僕の動画で解説してますので、そちらを見ていただければなと思っております。はい、はい、音楽はこんな感じになっております。これも動画と同じで自分が使いたい部分インアウトしていただいてドラッグしてみてください。で、音楽を自分の動画の長さに変えていただいて、あとはこの動画の変わり目を音楽に合わせて調整するだけです。で、映像に音楽を合わせたら、これで映像編集が終了します。で、簡単に例えばタイトルっていうものを、ファイル新規のレガシータイトルを押してください。で、レガシータイトルで例えばチュートリアルですね、こういった感じで入れて、まあ、詳しいねタイトルのチュートリアルは別の動画で解説しますので、そちらを見ていただければなと思います。で、上に重ねていただいて再生します。はい、で、このシーンが変わるタイミングでタイトルも変えます。はい、結構簡単に解説してしまったんですけど、こういった形で映像シーケンスに動画を重ねて、オーディオも重ねて、タイトルも重ねて、それが一つの動画に完成します。で、実際に動画を組み合わせたら最後は書き出すだけです。これはコマンド M ですね。コマンド M を押して書き出すこともできますし、
こちらの Adobe Premiere Pro のファイルの書き出しで、メディアの書き出しですね、こちらのボタンを押していただいて書き出すこともできます。で、基本的に YouTube とか SNS で発信する際に推奨されている書き出し形式がこちら H264 の高速ビットレートと言われるものなので、こちらの設定で書き出してみてください。で、保存したい、この動画を保存したい場所、僕はデスクトップなのでデスクトップを選択していただいて実際に書き出します。で、この書き出し速度とか編集の効率なんですけど、基本的にそのデータが重ければ重いほど編集スペックが高い方がいいので、自分がね、撮影した素材が編集しづらいなとか、すごく PC の書き出しのスピードが遅いなって思った場合は、もう少しハイスペックの PC を、購入していただければなと思っています。はい、そういった感じで今 Adobe Premiere Pro の、使い方ね、全体的な使い方をご説明したと思うんですけど、この今の流れが基本的にできていれば動画編集っていうものができますので、ぜひね、この解説動画を見ながら自分でもね PC でやっていただければなと思っております。はい、じゃあそんな感じで、今回のねチュートリアル、映像を始める段階の、ファーストステップだと思うので、ぜひ参考にしていただければなと思っております。はい、そんな感じで今日のチュートリアルも以上となります。本日はどうもありがとうございました。